ばんは、元男の子の青木かのんです。今日は片言企画、タクシーに片言で乗ってきた私が突然タクシーの車内でペラペラの日本語を喋るようになったら運転手さんはどんな反応するか、ちょっとやってみたいと思います。あ、じゃあちょっと発声練習。上野の駅にお願いします。いけるっしょこれ。乗ります。御徒町の自由の前にお願いします。自由です。あ、自由わかりますか？自由はわかる、おかちこちはわかります。あ、ユニクロの、あ、駅の前に。あ、じゃあ駅の前にあたり行けばいいですね。はい。電話しても大丈夫ですか？はい。あ、お疲れ様です。この辺に、はい。あ、着きます。はい。ユニクロの前で大丈夫ですよね。はい。あ、はい、失礼します。あ、ありがとうございます。いえいえ。反応が微妙だった。なんでだろう。びっくりするってのはないのかな。片言でインパクト薄い。もしかして。秋葉原に戻ります。秋葉原の万世橋まで。はい。万世橋は遠いですか？いや、近いですよ。あ、近いですか、はい。秋葉原はアニメが有名ですか？そうですね、うん。お疲れ様です。はい。あ、今万世橋の近くに、はい。あと2分ぐらいですかね。もうそこです。あ、そうですか。ありがとうございます。すいません。はい、失礼します。 ありがとうございます。めちゃめちゃ気まずい。やばい、やばすぎるそこで。ふふみたいな感じで、なんか言ってたのは聞こえたんですけど、ちょっと反応してくれないと困る。はい。アメ横っていう。あ、アメ横有名です。すごい昔からある商店街が、はい、あ、有名。あるんですよね。はい。行きたい。で、そこにやっぱり外国の方が来てて、はい。あ、じゃあ後で食べてみます。あ、そうですね。はい。はい、自由のすぐそばなんで。やっぱアメ横って外国人の方人気なんですか？人気ですね。すごい。まだ私行ったことないんですよ。あ、そうですか。でもやっぱ夜は明るいですね、この辺のところ。あ、そうですね。なんか街にエネルギーが本当にたくさん。値段も安いやつがいっぱい頼めますよね。うん、そうですね。料理がいっぱい。はい。キンクラとかめちゃめちゃ安いですよね。そうですね。いや、日本語上手なんで、イントネーションが滑らか。あ、ありがとうございます。ね、めちゃめちゃ嬉しいです。勉強した甲斐あった。あ、勉強しました、いっぱい。はい。日本語難しいですもんね。そうですね。ね、マルセイビル。あ、マンセイビルの下の橋で。橋は、あ、ブリッジです。ブリッジの、はい。お刺身とかお寿司は日本じゃないかなって思いますけど。あ、寿司食べたいです。でも最近だともんじゃとかもめっちゃ美味しいです。あ、もんじゃですね。はい。基本的にお好み焼きはソースかけて終わっちゃう感じですか。そうですね。今回は初の試みで片言企画をやってみたんですけども、いかがだったでしょうか。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、そして TikTok もやってますので、ぜひチャンネル登録、あ、違う、フォローもお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。